はい、どうもタクタクです。本日はこちらまだ来てませんが、イベントスケジュールの、はい、イザナミですね。イザナミを2時間で、フルで周回したら何体集まるのかなというのを検証したいと思います。昨日はね、クシナダやったんですけど、今回違うのはクイーンバタフライの運極を連れていくので、多分効率がいいだろうということですね。うん、で本当はね、別にクイバタじゃなくてももう一体いるんですよね、運極が。はい、こっちのねヌラリヒョンもいるんですけど、ちょっと どっちがいいかなっていろいろ考えたんですけど、やっぱクイバタかなと思いまして、このメンバーでいきたいと思います。さあ来たぞ、12時、よし、行く。はい、じゃあフレンド選択いきます。8分59秒がベストタイム。はい、ということで最後落ちませんでしたが、さあ何体になったんでしょう。結果を見てみましょう。はい、イザナミが 1,2,3,4,5,6,7 体。10体目標だったんだけどな。7体か、まあ、こんなもんなんですかね。今楽いくらだっけ、55か、これで62。なるほど、遠いな、まだまだ先が遠いな。結構クリア安定しなかったよね今回もね。4回5回、何回ゲームオーバーだったんだろう、ちょっと分かりませんが、ちょっと何回か無駄にしてしまったんでね。でもやっぱクシナダの時よりは回数回れたと思う。数字がちょっと拾えてないから分かりませんが、うん、いけたと思うんだよね。クイーンバタフライ2体にナポレオンとか、あのクイーバタがいるとね、結局マッチショットが打ちやすかったりするんで早く突破できるんですけど、運極枠全員クイーバタフライでちょっと攻略するっていうね、腕前が僕にはないんで、もう他のマルチでやってね、でないんで、なかなかやらないんですけど、ちょっとこれも研究しよう。またね、運極作りたいんで、次また降臨したら検証できたらいいなと思っております。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。次回は何だろうな、明日なんかあったっけな。今あのイザナギが来てるけど、あれなんだよね、明日はそれよりはこっちなんだよね。不動明王の攻略動画に多分なると思います。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。